富津岬千葉県立富津公園千葉県立富津公園は、千葉県富津市の富津岬にある、千葉県立都市公園である。南房総国定公園に指定されている。日本の都市公園100選、日本の白車聖書100選、房総の魅力500選のほか明治100年記念展望塔は、関東の富士見百景、千葉長望百景、中野島公園展望塔は、 ヘリテージング百選に選定されている。フッツも参照。フッツの先端部に位置する明治百年、記念展望塔は関東の富士見百景や千葉長望百景に選ばれており、中の島公園展望塔はヘリテージング百選に選ばれている。園内には東京湾要塞を構成したフッツスホルイ放題の遺構が残っている。かつては沖にある第一解放まで、 干潮の時、陸続きとなった。ふつみ海岸部は、千葉県の指定天然記念物の、ふつ海浜植物群落地として1954年12月21日に、指定されている。ふつみ展望台から見た、公園方面ふつ公園管理事務所が管理している、施設。明治100年記念展望棟ふつみの最先端に、ある、御用松をかたどった、展望塔。 東京湾を一望でき、関東の富士見百景にも選ばれている。最上階の高さは21.8メートルである。中野島公園展望等公園内の大池に囲まれた高台に立つ中野島展望台。松の木に囲まれた展望台から富津公園を一望できる。富津水泳場1991年5月に完成。老朽化に伴う サビの発生により、2011年度は営業を中止。現在は通常営業している。富津公園ジャンボプールウォータースライダー、波のプール、流れるプール、自動プール、競泳プールを完備。野外劇場利用時間は9時から21時。休業日無休で、公園施設利用申請書にて申請することにより、一般利用できる。 多目的運動広場利用時間は9時から17時。休業日無休。公園施設利用申請書にて申請することにより、一般利用できる。富津市観光協会が管理している施設キャンプ場。富津公園入り口の松林の中に広がるキャンプ場。収容人数1000人。バーベキューのみの利用も可、富津市観光協会で運営している。 二重施設として水仙トイレとシャワーがある。テニスコート有料。第一コートは人工芝三面。第二コートは人工芝一面、ハード三面。二重施設として更衣室、シャワー、トイレがある。毎年11月下旬には、富津市観光協会富津支部の主催で公式テニス大会が開催される。広報資料、プレスリリースなど一時資料。 ありがとうございます。